しばらく魚を食べてないので今日は潜って魚つきしてみようと思います。今2月で水温がかなり冷たくなってきた時期で、やっぱり短時間しか潜れないし、水温の低い時はどうしても魚も少ないんだけど、もし今ウマヅラハギとかカワハギとかああいうのがいたら、肝が膨れてて肝に臭みがなくて美味しいから、もうずっとウマヅラとかも食べてないし、冬のウマヅラがいるかもしれないから、ちょっとここが別にウマヅラが多そうな場所ではないんだけど、運次第だけど潜ってやってみようと思います。もしかしたらウマヅラは見れないかもしれないけど、あとはまあ砂地の魚と、あと海藻の際とか岩穴とかはかなりでかいメバルがいることがあるから、ちょっと岩の穴とかにいてつくのは難しかったりするんだけど、まあ何か取れないかなということでやってみようと思います。森先が結構潰れてきてたから、今日来る前にヤスリでこうやって尖らせてきました。やっぱどうしてもカレーとかついてもちょっとこう潰れてきちゃうし、地面で定期的にやっぱある程度鋭くしておいたら魚の刺さりとかがやっぱ全然違います。それとここのレストタブを引っ掛けるところが、前鉄の線で作ってたらもう錆びてちぎれちゃって、もう使い物にならなくなってたから、転がってたあのステンレスの魚の料理用の串の線を曲げてここに付け直してみました。多分ステンレスって書いてあったからもうあんまり錆びることはないと思うんだけど、やってみようと思います。まっすぐ沖に出て少し水深のある場所に潜ってみました。魚が見当たりません。一見良さそうな場所でも魚が全くいない日もあれば、すごく集まっている時もあります。これは本当に不思議で、行ってみてみないと分かりません。カレイの形に見えましたが違いました。どこまでも続く海中の砂漠の上に大きなブロックを見つけました。ブロックの際に魚がついています。下が空洞になっており、
その中に大きなメバルがたくさんいました。なかなかのメバルです。ブロックの横に大きな魚の影を見つけました。ウマヅラハギです。大量です。冷たいのでもう戻ることにしましょう。浅瀬に戻ってくると、ボラの大群に囲まれました。太陽が山の影に隠れて急激に暗くなってきました。もうちょっと短時間しか潜れないかと思ったけど、結局多分1時間
ちょっとぐらい潜ってたと思います。メバルが結構肉厚でいいのが取れて、それで馬面全然いないなって思ってたんだけど、なんとか一匹見つけることができて、すごい太い重たい馬面つくことができました。多分肝がいい感じに入ってるんだと思うんだけど、まあでも冬にしては上出来でした。ちょっと今スープ春雨を温めたからこれを飲もうと思います。今馬面の肝を出したらこんな感じで綺麗な色で白っぽくて、やっぱ量も多くて美味しそうです。馬面はこうお腹の中の腸の量がかなり多くて、それで多分こういうおちょぼ口してて、なんか海藻みたいなものとかいろんなものを食べるみたいで、腸に匂いが出やすくて、夏場とか暑い時期は特にすごい匂うんだけど、今寒い時期といえどもやっぱりその腸を入れてたら肝にちょっと臭みが移っちゃったり、いいことは何もないと思うから、今腸を取り出して抜いときました。それで肝は柔らかくてこう潰れやすいから、もうレジ袋に入れてこれでクーラーで冷やして持って帰ろうと思います。これはもう後で夜ネギとさっと茹でて、ネギとお醤油とかで食べてお酒飲もうと思います。身の方は好みなんだけど、これはまた明日以降に自分は寝かせといて食べようと思います。お刺身というかあんな感じで。メバルもついでにエラと内臓を抜いときました。よし戻ろう。よし、完成です。ウマヅラハギのさっと茹でた肝です。よし、じゃあちょっと味見を。すごい濃厚、臭み本当に全くないです。やっぱ色が綺麗だから、うん、もう後から後からすごいクリーミーで、これウマヅラハギ時期とかによってはやっぱちょっと臭みが若干あったりするんだけど、こんなに美味しい肝結構久しぶりです。本当に美味しいです。ウマヅラの肝久しぶりに食べました。乾杯。取れてよかったです。ウマヅラハギの肝、冬の楽しみです。